琴子さん、京一郎のことが本当に好きなんだよ。だから京一郎が幸せにしてあげないとダメなんだよ。二度も言わせないでよ。私は幼馴染でいいもん、助手でいいもん。でも琴子さんは。勘違い？分かってるもん。ちゃんと寝るよ。わかった。昨日の一件でこちらが何かを仕掛けることはバレているからな。用心しろ。俺からはこれをやろう。まあ、ライターの代わりに役に立つぜ。ちなみに本物だぞ。
京一郎さん、よろしくお願いいたします。無茶しないでくださいね。そうですね、今日まではあなたの許嫁でいていいですか。本当に私でいいの？琴子さんじゃなくていいの？平気だよ。
京一郎さん、舞子さん。はい、助けに来ました。ダメです、パネルがあるんですが壊されていてボタンが押せません。番号ですか？では024225と入れてみてください。4225です。大丈夫だよ。大丈夫ですか？よかったです。この方が京一郎さんと舞子さんを閉じ込めるのを見たものですから、そのガツンと。この方のポケットにメモが入ってました。そんなことより早く行かないと。京一郎さん、舞子さん、後のことは。何言ってるの？琴子さんも一緒に行くんだよ。え？できたんだもん、一緒に行くよね。私行きます、連れてってください。うんうん、琴子さんならそう言うと思ってたよ。舞子さん、ちょっとの間だけ京一郎さんを貸してくださいね。
サガーラ。まさか。私がカモグループ会長、カモシゲゾウが嫡流、カモコトコです。私の名を語り、カモを我が物にせんとするなど言語道断、恥を知りなさい。そちらが本物だって？ジョークもいい加減にしたまえ。そんな証拠がどこにある？君たちこそ僕らを陥れてカモグループを乗っ取ろうとしているんじゃないのかね？これは私の夫となるのはあなたではありません。どうかこの場を収め、お引き取りを。こんなコトコさんってお呼びすればいいのかしら。何でしょう、偽物さん。あらあら、これは手厳しいですわね。